新潟市の中原雅一市長が今日会見を開き、今年10月に行われる市長選挙への出馬を正式に表明しました。このたび10月に予定される新潟市長選挙に出馬する決意を固えましたので、ここで発表いたします。今年10月の市長選挙への出馬を正式に表明したのは新潟市の中原雅一市長。 選挙公約は今後発表する方針ですが、まずは新型コロナウイルスからの社会経済活動の回復を優先する考えです。コロナで影響を受けた事業者や市民の皆様の痛みを速やかにですね回復すあのさせていくその上で明るい新潟を未来をひ開くために選ばれる都市新潟市の実現に向けてあの頑張っていきたい。現時点では。 他に立候補に向けた目立った動きはありません新潟市長選挙は今年10月9日に告示23日に投開票されます